皆さんこんにちは。コンピュータサイエンス学部の小林です。私が所属しているコンピュータサイエンス学部では幅広い分野のさまざまな種類の研究が行われています。どんなテーマの研究が行われているか聞いてみたいと思います。それでは手塚研究室の高島さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。この研究室ではどのような研究をしていますか？はい、法人番号の活用に向けた法人ポータルのコンテンツ充実に関する研究を行っています。2015年の10月からいよいよマイナンバーの配布が始まりますが、企業版マイナンバーである法人番号も同時に始まります。日本政府が日本中の法人すべてに番号を割り振ることで、行政や企業の税業務の効率化を図る制度です。法人番号をいろいろなサービスに利用するため、個人や企業のパソコンやスマートフォンから利用できるウェブサイトである法人ポータルが現在政府主導で作られています。私はその機能の一つとして、企業情報が検索できるサイトのプロトタイプの開発を行っています。具体的にはどのような研究をしているんですか？法人ポータルのサイトでは、企業が経営戦略を立てるときに直感的に理解できるような機能の実現を考えています。例えば、親会社と子会社を関連付けて表示したり、取引先企業や業績などをグラフィカルに表示することです。そのために、企業情報をどうやって集めるか、どんな情報をどういう画面のデザインで表示すればいいか、海外のデータバンクや 3D 表示、マーケティングを勉強しながら研究を進めています。これが実用化すれば、日本の企業の情報を今よりもっと簡単に探したり調べたりできるようになるので、新しいビジネスチャンスを見出したり、学生が就職活動の際に行う企業研究に活用したりできると考えています。研究を通じてどのようなスキルを得ることができましたか？情報セキュリティについての考え方、プログラミングやウェブサーバー構築の手法、異なる研究分野の人と行うディスカッションの方法を学びました。また、海外の論文や資料も読み込む必要があるので、英語の長文読解のスキルが向上しました。ありがとうございました。ありがとうございました。法人ポータルのコンテンツ充実に関する研究はいかがでしたか？興味を持たれた方は、東京工科大学のホームページにより詳しい情報が掲載されていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。